私の命を半分あげます。私を楽園に連れて行って。舞台は雲海に覆われた世界アルスト。アルスと呼ばれる巨大な生物が生息し、人々はアルスに国を築き生活をしていた。人々の中には亜種生命体ブレイドを生み出し、その力を行使するドライバーが存在する。天の聖杯と呼ばれる謎のブレイドホムラ、そしてホムラのドライバーとなった主人公レックス。命を分け合い運命を共有した二人は、仲間たちと共に楽園を目指して広大なアルスを渡り歩いていく。ドライバーにとってブレイドは武器であり相棒。ブレイドによって武器や技、バトルにおける役割までを自在に変えることができる。ブレイドはドライバーがコアクリスタルに触れ同調することで誕生。自らを生み出したドライバーと絆を結び運命を共にする。生み出されるブレイドの姿や能力は同調するまでわからない。時には特別な姿をした強力なレアブレイドが生まれることも。ブレイドのサポート能力はフィールドで効果を発揮するものや戦いで効果を発揮するものなど、多岐にわたりブレイドごとに異なる。またドライバーに供給する武器の強化やドライバーと共に体験した出来事に応じて能力がアップするなど、ブレイド自身も成長していく。力が湧いてきました。たくさんのブレイドと出会い絆を深めていくことがドライバーの大きな力となる。アルストには多種多様な生物も息づく。生き抜くために戦いは避けて通れない。敵に遭遇すると抜刀して戦闘開始。ブレイドから供給された武器と力でドライバーは敵に挑んでいく。オートで発動する通常攻撃に加えて、位置取りを自由に変えながらボタン一つで特殊な技ドライバーアーツを繰り出していく。さらにより強力な必殺技や仲間と連携した大技チェインアタックで大ダメージを狙い強敵に立ち向かっていく。しかし戦いは時に過酷。状態異常を仕掛けてきたり、背後に位置取ると突然攻撃してくる敵や集団で襲いかかってくる敵など、一筋縄ではいかない。刻一刻と変化する戦況に応じてブレイドを切り替えながら戦略的に戦うことがバトルの鍵となる。到着。アルストの各所にあるランドマーク。ここには初めて来ましたよね。一度発見すればいつでも瞬時に移動できる。
中には秘境と呼ばれる絶景が広がる場所も。さらに時間も自由に変更可能。フィールドに点在する素材、アイテムの収集や訪れた街で人々と触れ合うことも冒険の醍醐味。時にはクエストを依頼されることがあり、解決することで報酬を受け取ることができる。さらにある特定の場所に行くと仲間たちとの絆が一気に深まる特別なイベントが発生。大切なブレイドの意外な一面が見られるかもしれない。行こう楽園、俺がホムラを連れて行ってやる。お前自分の立ち位置分かってんのか。お前の目的は何だ。なんでこんなことするんだ。この先の世界を見ればおのずと分かる。あの子はお前のために命を背負った。お前はあの子のために何を背負え。約束だろ、俺は君のために楽園に行く。ゼノブレイド2の世界がさらに広がるエキスパンションパスも発売。順次配信される追加コンテンツが全てお楽しみいただけます。